いつも読ませていただいたり見せていただいて、ありがとうございます。いや、お気持ちを、はい。パシフィックビーナスですね。はい。あ、そうです、そうです。入ってたと思います。私、行きはね、変わってないと思うんですよね。でも、船は多分行ってると思います。はい。あ、そうなんですよね。そう、時間が決まってるのでね、停泊して。はい。ああ、そうなんですね。今はまたね、また逆にコロナで、なかなかね、あれですけども、またぜひ、機会があったら見に行ってください。いい船の、とってもいい船なんで。はい。そうなんですよ。ちょうど1年ですよ。私も。そうです。すごく優しい方でしたよね。ね、残念ですけど、でもまたクラブの他の方もね、また県は違っても、今 SNS とかね、それこそ YouTube とかいろいろあるから、また交流ができるように、私もイベントなるべくしますので。じゃあ、生写真の話はちゃんと受け付けましたので、あと5月15日はもう申し込んでいただいたって聞いたんで、その時になると、その時になったら多分、多分落ち着くと思います、私も。はい。大丈夫です。はい。では、その時はもうぜひ、楽しんで皆さんに会って、ね、たまには発散しないとね。いやいや、こちらこそ申し訳ないんですけど、全然大丈夫です。また、あ、そう、YouTube も見てくださいね、またね。YouTube。クラウンの公式 YouTube にミュージックビデオが全部上がってますから。あ、本当ですか？よかった。よかったら、コメントもください。また、よかったとか、簡単で結構なんで。はい。そうよ、別に考えないで、元気ですだけで結構ですから。はい、あーって言ってる間に3分になっちゃうんで。あ、いやいや、そう言っていただいたら嬉しいです。いや、でも、ちょっと寒かったからね、今年ね。雪降ってました。あらら、あ、そう。こっちはね、今日がちょっと寒いんですけど、昨日は割と暖かかったんですけど、今週末ぐらいから暖かくなってくるみたいなんで、まあ徐々にね、体調をね、でも暖かくなったらなったでまた花粉が飛んだり、いろいろまたトラブルはあるけれど、まあね、少し、じゃあよかったです。じゃあ、手の調子が良くなるように。はい、お大事に、またお過ごし。こちらこそ。この前も運命のいたずらのニックネームを変えた面白いの3つありがとうございます。あの日は仕事だったんですよね。お仕事ね。ね、なんかリアムタイムじゃないって聞いたけど、楽しく皆さん盛り上げていただきました。ありがとうございます。悪いんです。悪いんです。禁止。そうです。ステージ。そうでしょうね。そういうことなんでしょうね。ねえ、なので、本当、ねえ、嬉しいです。なんか皆さん、本当に評判良くて。はい。ありがとうございます。いや、またそうやってブログに書いてくださるから、それをまた読んでね、みんなさんもそういうふうに思ってくださるみたいなんで、感謝してます。ありがとうございます。嬉しい。そう、なんかね、もうなんかダムにももう3日前から入ってるそうなんで、
結構みんな歌いって入ってあのカラオケボックスあのスナックのとかやってらっしゃる方からも今日連絡いただいてもう歌うよとか歌ってるよとか、はい、そうみたいですね。ねえ、だからいや時計見せられるんですねえ、というわけで、うん、いやもう大丈夫です、こっちで測ってますからはい、まあ本当でもあのね、あの体調気をつけて、いろんなことが大変だと思いますけども、うん、あのよろしくお願いしますね。ありがとうございます。え、じゃあ、まだ20秒残ってますえ、そうのもったいない、あの誰かにあげたいぐらいですよ。じゃ あ, あのギリギリまで、じゃ あ, あのどうもありがとうございますと繰り返してますけどはい、じゃ あ, あの YouTube だかまたご覧いただいて、またコメントなどもよろしくお願いしますまたゆっくり、うんうん、あ、カラフルさん、はい、あ、嬉しい、そう、ありがとうございます。なんかもうね、皆さん詩が好き、歌が好き、メロディーが好きって結構言ってくださるので、そう、売り切れてたそうなんですよ。ありがとうございます。うん、ぜひ、じゃあ、ね、5月15日もこんにちは、瀬口ゆうきです。今日は鈴木亜希さんで初めて生電話会に、皆様にご参加いただいて、楽しく今電話し終わったところでございます。初めての電話会ということで、私も何をお話ししようかなと思ったんですが、もう皆さんも本当に楽しく、この運命のいたずらを聞いてくださった、手に取ってくださったっていう話で、あっという間に制限時間がやってきて、逆に時間が足りないなっていう、そんなもうあっという間の時間でした。で、皆様からいただいたお声としては、まあ、インターネットサイン会とかいろんな形で今行われていますけれども、この生でお電話で声が聞けるっていうこの企画が本当になんか心温まる、元気になる瞬間で、ぜひまた鈴木亜希さんのこの生電話会を開催してほしいという、お声をたくさんいただきました。本当に私も今日またきっかけに、この生電話会、ぜひまた企画させていただきたいなって、この後お願い、社長にもお願いしとこうかと思ってますので、皆さんその節はぜひまたご参加いただいて盛り上げていただきたいと思います。2月23日、今はです、本日なんですけれども、本日2月23日発売の運命のいたずら、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。また電話でお話ししましょう。瀬口ゆうきでした。